はい、第2回のワンダートイコンベンションに遊びに来ましたので、いろんな作家さんの装備見てこう。はい、もうオープンしたらこんな感じっすよ。すごいな本当に。はい、おなじみのみかんカッパブースで、ただこれさ、今回ワンコン用になんかたこ焼きのみかんちゃんとか来てんだって。しかもたこ焼きの皿に入ってるし3000円、かわいい。そして MIC の秋山さんのジフモンシリーズ、あ、小林さんブースだからレオンチャンネルもいますね。 MIC の秋山さんがオリジナルモンスターを持ってるらしくて、今回それのソフビ化。あ、これあれじゃん、パパンガ、パパンガバカ売れだったやつ。これなんか作るのに今すごいお金がかかるんだって。だけど5000円、1万円で売りたいところを5000円で売るみたいなことを確かネットで言ってたはず。で、みかんちゃんはいろいろ他にもリガラメとか、あと個人的におすすめのモモクトゥルフとかあったりとか、スパドランスね。で、前回デザフェスで全部完売したみかんちゃん、あと見たことないさカラーのみかんちゃんとかいるんだよな。そしてカレゴンの、これはワンオフかな。他にもいろいろ、まあカレゴンほらこれくらいするんだよ。それでもバッカバッカ売る。あ、これ僕買ったやつ、前デザフェスで回転ダッシュして買ったやつだ。何、石化1万円とかで買えるの。欲しい。石化じゃないか、グレーの成形ショット。あとはネコラットさんが今日なんか本人いないけど、台湾のイベントで出張所みたいな感じでドラポリゴン新作販売されております。かわいいなあ。キツネ節、ここも同じブースなんだ。日の本重工さんですね、おなじみの。今回のイベントでなんか新しいやつとか。あ、この蛍光色が新しいやつ。かわいい、電子タコと電子ウサギですよね。はい、これは今仮想マスクを作ってもらってる猫の方で、バグ持ってます。ありがとうございます。先にバグ、バグ先にバグなんですね。あ、そうなんですよ。ちょっと時間が思った以上にかかっちゃって、それ先に。わー、かわいいなやっぱり。ほら僕はね、抽選何度も応募して全外れしてるっていう。うわ、これいいな。危険生物から。シェリートさん撮っていいですか。トゲンドル欲しいんだよな。わ、これめちゃくちゃいいですね。これ内側塗装ですか、これ今回。うわー、第1弾がこっちでしたよね。うん、第1弾がこっちで、第2弾が急に。コンセプトは似てるんだけど、だいぶこのちょっと僕ら的には怪人っぽい感じ、むちゃくちゃかっこいいっすよね。おしゃれ。はい、オタクリームさんですね。メカピーポー、電波ジャックカラーとか、バッドヘッドレディオ、めっちゃテイスト入れてくるし、うん、めっちゃ喋ったそう。で、アトムホワイトはこの辺のゲッチャリロボですね。ギガラメとか塗装とかで、これがスタンダードカラーですよね。はい、そうです。そうですよね。で、怪奇ハザード、あ、その説は怪奇ハザードフォームありがとうございます。こちらこそ紹介していただいてありがとうございます。で、アトムホワイトと、はい、ガシャポンも、僕が買ったガシャポンも置いてあります。ゆうちさんとか撮っていいですか。なんか今回めっちゃ全部色新しいっすね。新しいです、毎回新しいっすね。あ、そうか、ありがとうございます。ほら、デイドリアですよ。オンラインもバカ売れのタコツボの新色買いました。頭部までしっかり塗られてて、で、ガンジャーラ、ダンダロワにダルマサンダーで変形するやつ、ダイノワンですね。デザフェスで行列がやばかったムキムキ結城さんコラボの、これ塗装を結城さんがやってるってことですか。そうです、ほら、怪獣 IC とか、アガールちゃん、ちゃんと6分の1で買いましたよ。ほら、エヴァ年度化計画、前見たことある。今年になって覚醒版と実行版、表がクリアで、内側に普通の色の塗料、はい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 、あの先がちょっと色変わるやつですね。そうです、この先端だけクリアになってるんですよ。なるほどなるほど。背びれのところとか、すごいもう台湾で人気なんで、PDF のイベントとかすごい人なんで、あ、ゴルゴスタジオためのソフビでめちゃくちゃ人気、めちゃくちゃ人気、はい、すごい。でもなんかサメ以外もこっちは、こっちお友達、あ、友達です。ロビンとコラボレーション、あ、ロビンさんとコラボレーション、はい、彼のキャラクターは歯ですね、ロビン、はい、あ、なるほどなるほど。ダンゴムシみたいなやつとか、それは私と一緒の、あ、なるほど、あ、サメの歯、あで、これサボテンみたいなやつもあるんですね。開口娘、
解雇ってことですか、はい、なんかそのアイプリが目の部分がすごいこう手作りっぽいんですけど、これスミレですね。そうするとこんなこうちょっと筆で描いたみたいな感じになるんですか。淡い感じになるんで、後ろも羽こんな風になってんだ。モーラモーラも撮っちゃおう。あ、でもデザフェスからそんなにお品変わってないかな。あ、これあれじゃん、武器じゃないわ、オプション入れれるやつで、僕一押しのモルネ、これが新しい色かな。ハリケーンさんコーナーのマッドパンダ、なんかここまでグリーンのやつ珍しくないですか。去年確か真ん中がグリーンで、はい、外が黒とか、はい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 、そうですよね。めちゃくちゃ今時に見えますけど結構長いんですよね。そうですね、2007年が一番最初に発売して、それからずっといろんな色出してます。なのにずっと最新感出てるのやっぱすごいな。いや、ハリケーンさんって言ったらグリーン系がやっぱ欲しくなっちゃうんで。ガブガブはすごい最近で、この赤と青の子でさえも3000円。カマキリさんのガブガブってことなんですけど。そうです、よろしくお願いします。5500円だって。あ、かわいいな。ワンアップも結構広めのブース取ってありますか。はい、いますね。レオンチャンネル、合言葉必要ですよと。でも今後いろんなカラー展開しておりますから。でもこの辺僕的にはおなじみですね、動画でも。あ、でもこれ怪人さんのバルタン星人、新しい。もうあとは結構僕の動画でも何度も映ってる子たちがいろいろ販売されてます。ほら、光トイズの独々しいのに可愛さがあるのがすごいですよね。おしゃれだな。フラットウッズガール、この半分宇宙人の、はい、アートジャンキーさん、寿司レスラーとかを僕も AG さんのやつは持ってますけど、こういう悪の強いやつもあれば可愛いやつもいっぱいあると。これでも基本的に AG さんってこう3つ目が基本ですよね。あ、そうですね、3つ目が一番代表すごい選びたい放題だなあ。かっこ新井さんのさ、うわすごいな。このあたりもネットではよく見るけど実物ちゃんと見るの初めてかも。うーわー、はい、ペインターネットの、はい、カエルーマ、カエルーマなんか新しい色とかデザフェスで出たやつとか、コラボソフビのこれは伊藤さんが塗ったやつだって、色綺麗。そしておなじみの超おしゃれカラーのフットワゴンね、うわ綺麗なんすよね造形が。ギャロミさん、ギャロミオイド、ギャロミオイドこんなゆっくり見れるのなかなかない。こんな感じなんだ。他にも怒りとかで、おなじみのクトゥルフオイド。あ、なんかこのグリーンお久しぶりな。あ、でもスタンダードなんですよね。やっぱこの光沢のやつが好きだな。これ変更カラーで塗ってて、あ、でこっちがあの香織さんが塗ってるカスタム、まあ一点物に近いようなので。なるほど。ではフロッキーと、はい、こんな鬼太郎半剣のソフビで、影丸さんのアイバットビースト、ま、あ、でもなんかいつものちょっと独々しい感じより今回少し抑えられてるって思ってるけど、そうでもないか。でもアイバットビースト以外もいろいろすごいんですよね。IT ベースさんですね、おなじみのバイラスキング、でけえな、ほんと SNS で話題の天使だ。天使の手は手の手ね、手の手になってる。あ、なんか今回キリンナイトめっちゃロバンチさんとコラボ、コラボ、あー、コラボ、なるほど、それで。そうです、名古屋の中川区っていうところのスポーツキャラクターなんですよ。お、T ベースが、ソフビ化したっていう。へえー、はい、フロッグツリーさんですね、輪郭とかでおなじみの。あ、これがフロッグツリーさんとゲッチャリのコラボカラーですね。はい、タミヤ製作所さんのほら、バンザイシバ君、もうソフビっていうか工芸品みたいな感じですよね。いや、すごいな、まあ、その分値段しっかりしますもんね。はい、ティップトップトイさんのなんかレトロロボみたいな、これが R ストロングっていうペン置きでした。これもペン置きですか。あ、ペットボトルを置ける、ワインボトルを
っぽい。おしゃれ。なるほど。はい、ヒューロンもあすごいいろいろいっぱいカラーリングが今回は揃ってる。これくらいのボリューム感もだんだんもう見慣れてきたな。サビサミ君のコケ。はあ。でスタンダードカラー。ビビーの、はい、アイスくんで僕も持ってるやつ、蓄光とスタンダードカラーで、こっちが今後出るやつですよね、新しい、はい、あとはエンビーくんですね。おお、あ、こんな風に光ると。はい、ブクさんの和運ね。今回はカスタムのやつはないのかな。あとはスタジオニーヨーさんって言えば画廊伝説とか、これのイメージです。契約受付中です。こっちが要はオリジナルラインってことですね。そうです、これがオリジナルラインです。ジュゲムちゃん、 SNS でしか見ないやつを実際見るとやっぱ興奮するな。スカルチュラさんのこのカエルのやつめっちゃかわいい。あ、バグ、あ、バグで見たことあるんだ。これ口が開くんすね。カニさんのおもちゃ的なアート装備だったりとか、 D アタックさん、おお、この辺全然有名ですね。ミーミー、はい、架橋さんの桃次郎、僕スタンダードカラーしか持ってないから、あ、クリアカラーとかかわいい。エピオスさんとか、なんかモビエとか、ハムラドワさんの怪獣ハムラね。ヨロズヤザさんのエビ猫だ。あ、こっちにあるわ、いろんなやつが。3000円とかは買いやすいね。もうこの辺りは独自路線、もうソフビなのかっていう、もうほぼおもちゃみたいな。これでもソフビなんですよね。あ、ゴスンクリガングさん、これ服着てるのはリカちゃん、リカちゃんの服。カスタムできる剣とかあるじゃないですか。はいはいはい、それしないばそのサイズのやつで持てるようになってる。持てるようになってるんですよ。なんでベース買えば自分でカスタムできるってことですね。でワーキングマね。ワーキングマこんなフックついてるやつあるんだ。スウィングトイズさんの、おお、ゴースティーとかあるし。そしてレッドシャークさん大人気の柔術シリーズね。パトレイバーとかも出してんだ。わあ、柔術シリーズまだ持ってないから、そろそろ1体ぐらいは。あ、なんかこんなちょっと目がついたキャラクターみたいなやつもあるんだ。おしゃれ。これで14,000円とかだもんね。スカルトイズさん、あ、スカルトイズさんって僕初めて見たな。ドクロ大将軍ムシムシムシみたいな、こういう可愛いクリアなやつもあったりとか。バンシュブッタさんですね。これ以外が全部新しい色だって。バンシューブッタおしゃれっすよね。アイモドさんですね。この辺りのちょっとこう悪レスラーみたいな、アイモドさんって言ったらこのイメージ。サンガッツさんですね。サンガッツさんといえばやっぱこの顔がねぴょこっと出てるシリーズ。ウラナメ売ってる。これベロが動くんですよね。キングギドラみたいな。あっていうのがあるって。こう河原のやつとか、イーラスくんかわいいな。はい、ではマックストイさんね。あ、ゴメス、ウルトラマン、マックスマン、サイクロンジョーカーに見えるけど、ウーパールーパーサトさんですね。ウーパールーパー大好きすぎてウーパールーパーの装備を出すっていう。 SJ ワークスさんは前もパッとね撮りましたね。ディスプレイ的にキツネ感あるけど猫なんですよね。ビッグワンクラフトさんの、はい、ブースこんな感じで IP 系だねのいろんなキャラクターがデカソフビになってると。限界まで挑戦してるっていうのは、ですね、マジですか。変形するんすか。変形します。すごっ。この状態 で、 これもうちょっと下にいいですか。もうちょっと下、うん、こんな感じですね。これなんかのキャラクターですか。いや、これオリジナルですね。うちのオリジナルで、まあ、こんな感じで変形していきます。で、こっちが前になるっていう。こちら前で、こんな感じ。木村トイさんですね。木村トイさんって言ったら、あ、でもなんか僕はちょっとこういうディフォルメっぽいイメージだったけど、こんなリアル路線のやつもあるんだな。ツルゲートワークスさんのカエポリというキャラクター。あ、カエルとポリス。これひっくり返ると顔が変わるっていう。3つになった。
もともと白い素体なんですよ。白素体を薄くグレーで全体くるんで、その上からなってます。破滅も本当いろんな色あるけど、毎回可愛いのもあれば怖いのもあるって感じですよね。アジサイ、はい、シャジラとニャオバケっすね。相変わらず温度差がすごい。モーモグいます。モーモグ、はい、あ、モーモグちょっとこれ触っていいですか。モーモグをどんどん取っていただけると私はもう感じてる。ゴリゴリの新作、ゴリゴリの新作ですよね、はい、これ、まあ、下目さんって言えば造形がもう異常にすごいってもう作家さんの中ですごい言われてる方なんですけど、の新作のモーモグ、これツイッターで告知しまくってて欲しくなりました。カミソリありませんでしたか。カラバリ用で次のカラー用に。今回のやつにはこのハサミが作って、ね、ノーマルカラーはハサミで、金属で作ってて、そこが結構こだわりなんですけど。だから小型めの、例えばバンシューブッダさんと比べるとだいぶ小型めなんだけど、ギュッと情報量詰まってるんですよね。カチッと。ああ、なるほど。止めた時のフィット感も大事にしてます。ナタイルバーと、これがただの、これ一応中にカエルが入ってるみたいな。おお、なるほど。エルフログ工房さんですね。肉まんとエルフが合体してると。あれ、今回ワンフェスブースもあるんだって。ほら、カット君あるじゃん、ソフビーで。カット君以外にもカスタムカット君みたいな。ワンフェスのカット君むちゃかわいい。あ、中空工房さん、その説は装備を抜かせていただいてありがとうございます。ビニールさんコーナーがあって、あ、で800円とかで。そうです。これはあの装備作る時って必ず材料余っちゃって、それ産業廃棄物で有料の廃棄なんですけど、ちっちゃいものなら作れるので、余った材料は指人形を作ってストックしておいて、ある程度色と種類が集まったらこうやって販売するみたいな。フィギュアをブースも、あ、CCP だ、 CCP の特別カラーか。フィギュア号で抽選販売されたラブブが数量少量販売って感じで、大阪門真の海洋堂主催のワンダートイコンベンション第2回、アート装備の大きなイベントの会場の雰囲気はこんな感じですね。で、僕も大阪まで行った理由の3割ぐらいに個人的に買い物がしたいっていうのもあって、東京のさ、いろんなイベントで買い逃したっていうか買えなかったやつが今回大阪で出展されているブースも多くって、ただ前回同様にこれイベントのオープン時間が4時間なんだけど、最初の2時間は買い物禁止で、だけど混んでたらフリー入場まで待ってねみたいな感じで、で前回より今回の方がお客さんが 1.5 倍とからしくって、もっとかな。で、結局閉店1時間前ぐらいに買い物 OK になって、そこからブワーって買って5万円ぐらい使ったって感じなので、絶対これ欲しいって思ってたやつが2個ぐらい買えたので、あとは僕のアートソフビーも速攻で完売したらしく、それもありがとうございます。オープン直後にすぐババッとね売れたみたいですね。ちなみに僕のレオンチャンネルソフビーはクロス素体オンライン販売が少量だけあとありますので、ワンアップのツイッター見てほしいんですけど、プラスもうすぐ空張り出していきますので、今回の黒素体は僕が黒素体好きだから発売の願いは全然いいですよっていう風に聞いてもらって発売したやつで、なので正式なゼロ弾が多分今月来月かなとかに湧きて、でその後についにフルカラー版ね、フルカラー版はなので夏発売って感じだと思いますけど、まあ、順次いろいろ空張り出していきますので、また別のカラーでお迎えしていただければなと思います。ワンコーン、そうだ、前回同様にさ、そう、台風の影響でさ、新幹線がぐちゃぐちゃになってて、前回も大変だったんですよ。今回もね、結局5時間ぐらいかかったかな、東京から新大阪まで。なので、普通だったら2時間半とかできるんだけど、倍かかって大変なことになってたので、第3回ももう決まってるようですが、第3回、ちょっとまたタイミング合えば行こうかなと思ってますけど、次は新幹線普通にスッと行ければいいなって思っております。では、ワンコのね、ツイッターとかはリンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルでした。